物語を。取り戻そう、私の物語を。準備万端。それじゃあ行こうか。黒の騎士団に参加したからには選択肢は2つしかない。私と生きるか、私と死ぬかだ。カレン、貫通電極は3番を使う。一撃で決められるな。はい、出力確認。副車波動機構外載状態維持。外周伝達。副車波動で地下水脈を一気に水蒸気化。その爆発力で大規模な山崩れを引き起こす。敵はこの事態に対処しきれていない。この混乱に乗じれば。聞こえるか、お前の部隊は予定通り土石流を挟んで残存する敵を叩け。コーネリアに近づけるな。了解。この手でブリタニアを倒す。蒼月では初の実戦か。まずは私が指示を出す。お前は機体になれることに集中しろ。ええ、分かった。さあここからだ。私がみんなを守ってみせる。予測される敵ルートの情報を送った。見えるか、そのルートの最終地点に敵を侵入させないように戦え。上に表示されている数の侵入を許せば我々の戦線は崩壊する。油断するなよ。これが今持っている戦力、お前の手駒というわけだ。ではユニットを1体出撃させるとしよう。まずユニットをドラッグしてくれ。フィールド内に青に光る場所があるだろう。そこがユニットをドロップで、ドロップの際指をスライドした方向に。任せて、やってみせる。右下のコストが減少したの。コストは1点。どのユニットを優先する。思っていたより敵の数が多いな。こちらも遠距離攻撃ユニットを配置し迎え撃つとしよう。遠距離攻撃ユニットは高台に配置することができる。血のりと手数の多さを利用し。いつでもいけるぜ。頼むぜ。勝利は目前だな。戦線を維持して敵部隊を撃破しろ。
よくやった。引き続き残存兵力を見つけし、わかった、やるじゃないか。いや、まあこれくらいだ。はあ、よし、この調子で別の部隊も。蒼月、なかなかいい動き。カレンか。ええ、でも気をつけて、ゼロの情報が正しければ。ええ、しかしどんだから、彼任せて。あの色、あの噂をすれば。ねえ、か、何、絶対。ええ、ゼロ、日本を取り戻す。よし、ダールトン、ここでお前を仕留める。日本解放戦線か。該当するデータがありません。おそらく新型かと思われます。なんだこいつ、早いぞ。いかんな、こんな状況なのに面白いと思ってしまった。これならどう。いい動きをする。しかし姫様の元に行かねばならんのでな。行かせはしない。ゼロの元へは決して。この手でブリタニアを倒す。私がみんなを守ってみせる。奴らを通すわけには。私が前に出て進軍を止めないと。よし、ここで食い止めてみせる。任せて、やってみせる。どうした。さっきまでの敵。聞こえるか。ええ、その声、相手の猛攻を耐え切る。井上を向かわせるとしよう。高台に配置することが可能なようだな。範囲内であれば。準備 OK よ。これくらい耐えてみせる。これで戦線は維持でき、活用できそうな高台がいく。いつでも行けるぜ。頼むぜ。これくらい耐えてみせる。誰も私を止められない。何度来た。戦況はこちらが優勢なようだな。ええ、あとはお前に任せる。コーネリア、頼む。おのれ、姫様。ゼロ、
私が。姫様のために。ここは通させて。通すわけ。なかなかやるな。だが行こう。蒼月や、誰も私を止められない。やらせて。いや、これでどう。例の城な、カレンが応戦してるが、新宿の。わかりました。あの敵将を討ち取れなかったのは惜しいけど、一刻も。ゼロ見つけた。ナイトメア、また新型シルカブト。お前にゼロは渡さない。くっ、全力であいつを振り切る。落ちないでよ。ああ、白カブト、この蒼月のスピードをしても速い。このままじゃ追いつかれる。ランスロット並みの速さだったらこれで当たってたまるか。あいつやはり足を狙ってきた。ゼロを生きたまま捕らえるのが目的なんだ。なら、こいつで。これは、煙幕。いや、チャフか。ゼロ、今のうちに逃げて。今ならファクトスフィアも機能していない。待て、お前はどうする。あなたが生きていれば私の復讐は叶う。そのためならば私は。やめろ、おい。自分の復讐を人に押し付けるな。たとえこの命を捨てることになったとしても、私には成し遂げたい復讐がある。やり遂げる覚悟、それが必要だというのはわかる。そこか。この盾は飾りじゃない。ナナリーが安心して暮らせる優しい世界のため、父さんや母さん、ヒナたちの復讐のため、ゼロの障害になるものは私が排除する。人殺しのブリタニア王。強者が弱者をねじ伏せ、蹂躙するこの世界を壊して新しい世界を作るために。ここに人が来るなんて珍しい。どうやら出番みたい。あの子も待ってる。さ、こっちに。おお、あのね、私ずっと待ってたんだよ、ここに来てくれることを。ずっと待ってたんだ。私、あのね、あなたにこのゲームを案内する役目なの。それじゃあまずは、まずはなんだっけ、スカウト。そう、それそれ。
あなたと一緒に戦う。ここで仲間をスカウトでき、今回はなんとさ、すでにチェックメイトだ。ねえねえ、どうだった？ここで出会った人たちは。さ、次はあなた。ここでは部隊を編成で、まずは。それじゃあコストが軽くて、選択したらパイロットを設定し、突撃タイプのパイ、近接ナイトメアは進路。とりあえず次は殲滅タイプ。殲滅、そんな遠隔ナイトメアは進路を塞げ、とりあえず次はたくさんの敵を足しご、さあ修理タイプのパイロ、修理修効果、さ、策略のパイロ、協力。あのね、こ、次にへ、せっかく舞台をへ、あのね、こっちだよ。ここではまた後で、今は、は、心の準備はできた。俺も出る。みんな頼むぞ。絶対勝つぞ。まずは突撃タイプのパイロットがの、懐に入ればこちらのものだ。次は高台に遠隔攻撃、おすすめはナイトメアの攻撃力を引き出せる。わあ、今あの、このビレッタがお相手つかまつ、ブリタニアの力を見せてやる。ヒルムナ、押し返せ。まあ、そんなに、あなたがへそ、え、守護タイプのパイロットを乗せたナイトメアを、ここは任せてくれ。ほら見て、守護タイプのパイロットを乗せた、これで迫って、ブリタニアの力を見せてやる。何か、みんなの修理タイプのパイロットを乗せたナイトメアを。
準備 OK よ。これなら、はい。敵もなかなか手ご…よし。退屈させてくれるの。この程度、私には効かない。一気ブリタニアの力を見せてやる。わーい、なかなかやるじゃない。まあな。大勝利ね、ブリタニアの連中。いい気味。上々だったよね。うん、お疲れ様。あのね、これまたいつか会うこと。うん、それじゃあ。来たか。ロストストーリーズの世界へ。お前に届けもんだとよ。綺麗事で世界は変えられないか。生徒会副会長のルルーシュ・ランペルージだ。学園内ではこれまでと変わらずこの名前で、それと適度な距離感で頼む。システムと力こそ平和への道だ。会えて嬉しいよ。私はシュナイゼル、この国の第二王子だ。生徒会初期、リバル・カルデモンドだ。死生剣が一振り。黒の騎士団の大幹部、タマ。私たちが目指すもの、それは正義の味方だ。私はゼロ。ブリタニアを壊すのなら覚悟を決めろ。正義を行え。